リンリン、ハロー、パラレル、リンリン、パラレルのリントです。はい、今日は6月16日木曜日、リント2期やっていこうかなと思います。多分アップされているのは6月17日の金曜日の夜かなと思います。はい、今日はタイトルにある通り、三章の、餌用のわらじ虫のお話でございます。はい、うちね、今三章のケージはね、ちょっと改造中で、改造終わったケージのご紹介っていうのはね、18日、19日にケージ紹介の動画にしようと思っているので、そちらでアップする予定です。18日は三章のケージ、いろいろ、改造し終わってから、今改造中で置いたままなんですけど、で、19日は、サバンナモニターのシェフィーの、ケージ紹介ですね。行こうかなと思っております。なのでその日はリント日記お休みさせていただきます。はい、で、うちの子たちなんですけれどもね、餌がだいたい人工飼料なんですよ。で、ロペ様ね、レオパのロペ様に関してはレオパゲルで全然生きていけてて、多分そのまま修正飼育できるんじゃないかなっていう状態です。で、サバンナモニターのシェフィーに関しても、シェフィーも基本的に人工飼料でね、生きていけている状態です。今のところはまだ全然手のひらサイズなので、レオパと同じレオパゲルを全然食べている状態になってます。で、まあ大きくなってきたら餌を少しずつ変えてって感じなんですけど、基本的には変えたとしても鶏肉とかっていう形になるんじゃないかなと思っております。はい、で、サンショウなんですけども、サンショウちゃんたちが、基本的に赤虫あげてたんですけど、赤虫全然食べなかったんですよね。で、食べるときと食べないときの差が大きくて、あんまりね、こう、餌食べてる光景も、私がピンセットであげても、目の前で食べてくれたの、たった2回なんですよ。数ヶ月も飼っているにもかかわらず。なので、なんかいいのがないかなと思って、ただ私がね、あんまり虫を育てるのが好きではないというところ。まあ、仕方ない。本当はね、やった方がいいんですけれども、私的にあんまり好きじゃないのもあって、できれば人工飼料にならせたいっていうところ。で、ロペ様は成功してるし、シェフィーも成功しそうなので、で、コオロギもね、なかなか飼育してたけど、増えたけど、共食いして死んじゃってっていう形で難しかったなっていうところと、ミルワームもね、育ててたんですけど、ミルワームはどっちにしても、リンの成分が多くてカルシウムが少ないんで、あんまり餌として向いてないなと。カルシウムがね、少ないし、リンでカルシウムの吸収を阻害するっていうので。で、デュビアも、全然触れるし見れるんですけど、私的にフォルムがあんまり好きじゃなくて、デュビアってゴキブリですね。なので、あんまり、こう、得意ではないなっていうところでね、デュビアだったら全然簡単に飼育して、多分増えていくんでしょうけど、うん、あんまり、こう、好みではないっていう、まあ、わがままなお話なんですけども、で、そこで出会ったのが、わらじ虫。まあ、歩くカルシウムですね。わらじだったら、見た目的に私があんまり嫌じゃないので、あと、まあ、小さな目のね、ケージで飼えるしっていうところで、まあ、山椒のためにっていうのはしてみてもいいのかなと思って、わらじをね、数週間今育てております。はい。で、そちらをね、ご紹介していこうかなと思います。前置きがね、ちょっと長くなってしまいましたが、ここからわらじが映りますので、嫌な人はここで動画を止めてください。あんまり、いい生き物、見た目がね、人によっては不快に感じる方もいると思うので、ご了承ください。ということでね、この後3秒後に行きますよ。ということで、3、2、1、ドン!はい、こちらがね、うちのわらじでございます。まあね、ちょっとずつ多分増えてるとは思うんですけれども、うちのね、その辺の道端で拾ってきたわらじですね、採取してきたわらじでございます。
家の下のところのね、こうなんか砂利とかが置いてあるところを引っぺがしてね、そっから、連れてきました。で、なんて言ったらいいんだろう、いろんな人に見られるとあれなので、日中とかね、あの人何やってんだろうってなりそうなので、夜中にこっそり行って、誰にも見られないようにこっそり採取して、ちょっとずつ増えてっていう感じですね。多分50匹ぐらいは今いるのかな、この下とかには。あ、この下全然いない。こっちの下は結構いる。いたね。気持ち悪いね、こんだけいるとね。まあ、わらじはね、見た目的にも、まあ、ダイオウグソクムシとかに似てるのでね、私は全然大丈夫なんですけど、いや、というか、どの虫も全然大丈夫なんですけど、正直なんか虫を育てるっていうのがね、なんか、個人的に好きじゃないっていう、ね、わがままなお話なんですけれども、ただ、さすがにこう、山椒をね、育てていて、ちょっと餌食いが悪いのが気になっちゃってね、いや育てておくかっていうところですね。で、今ね、この子たちはフクモモたちのね、ブレンドされた餌の破片をねポンポンって置いたりとか、あとはそれをね粉状にしたものを入れたりとか、あとはレオパやシェフィがね餌あげようとした時に食べなかった餌、をこういう感じでねちょこっと置いておいて、食べてもらってるっていう状態ですね。あとはまあ落ち葉とかを入れておいてもいいみたいなんですけれども、落ち葉をあげるよりはこっちをあげた方が食いつきが良かったので、そっちにしました。で、多湿を好む感じではなくてですね、土はちょっと湿ってた方がいいけど多少はカラッとしてた方がいいという中途半端な塩梅なんで、少しだけこの辺だけ霧吹きして、ちょっとだけ、ね、水分を保つみたいな育て方をしております。気がついたら増えてますね。この調子で増えていってくれればいいんですが、で、あとはこれをねそのまんま山椒に1日というか1週間に2回程度かな、最近はあげるようにしてます。ちょっとね細くなってきてるような、きてないような、まあ山椒そもそもがねそんなプリプリに太いわけじゃないのであれなんですけれども、ちょっと細いのかなと思ってですね、この子たちを餌にしてます。いやー、とうとう餌を育てるのかと思いながらですね、まあ当たり前に育ててる人は育ててると思うんですよ。デュビアとかも、あとコオロギとかも。ただね、コオロギは私が飼育をしてこう増やすには合わなかったですね。まあ、頑張れよっていう話を言われる方もいるかもしれないんですけれども、その爬虫類の飼育者からすると、でも合わなかったですね。デュビアは育てたことはないです。まあ買ってきて1回与えたりとかはしましたけど、あんまりこうフォルムが私は好き好ましくないというか、全然見れるし触れるんだけどね、得意ではないね。虫も全然余裕なんだけどね、カブトムシもクワガタも。もう触れないものったら多分毒のある生き物だけなんで、もうクモも全然触れるし、正直ムカデとかゲジゲジとかも触れって言われたら触れるし、余裕なんだけど、あんまりこう得意ではないなっていうところですね。わらじはね、まだね、まだいい。ダンゴムシ、ダイオウグソクムシが好きだったので、割とああいうなんかずんぐりむっくりした感じのちょっと可愛いフォルムが、なんでそれに似てるんで、わらじは全然余裕なんだけど、バッタもあんま好きじゃないね。コオロギがあんまりこう足なっけえなこいつ、気持ち悪いなぐらいに思っちゃう方なので、で、ゴキブリも、ああ、なんかカサカサ動いてやがらっていう感じで、得意じゃないっていうのでね、本当にね、爬虫類を飼う人間だと
おい、わがまま言ってんじゃねえよって話だと思うんですけども、本当に苦手だった。なのでね、わらじはやるかと思って、で育てたこともなかったので今まで、わらじも調べてみると、こいつるつる麺ね、あの登れないらしくって、ユビアもねこういうとこ登ってはこないんですけど、コオロギの場合は全然飛ぶし、こんなんじゃ全然ダメだしっていうのと、ユビアだとですね大きくなるのよ、やっぱりこうブワーってね。でまあ大きくなってきたらそれこそシェフィーとかが食べてくれるんだろうけども、だとしてもちょっと得意ではないなっていうので、ちょっとただシェフィーがね大きくなってきて食べるっていうんだったら、ちょっとユビアは考えないとなっていう風なところですけど、まあ飛ばないんでユビアは、あのしかも衣装ケースとかで買えるんで、まあ100歩譲ってありかなとは思ってるんですけど、コオロギはちょっと難しかったね。でミルワームはね、あのそもそも栄養成分的にどうかなってなっちゃったからやめたけど、まあ、やるとしたらワラジとデュビアぐらいかなっていうところです。ワラジに関しては、シェフィーも食べてました。なんかすごく美味しそうにシェフィーは食べてました。でロペは、ロペ、レオパのロペね、は全然食べなかった。なんか、キモいんだけど、みたいな顔して、プイッとされました。で、サンショウちゃんたちは、うち、モノちゃん、クロ君、セピア君って3匹いるんですけれども、3匹とも食べました。なのでね、ワラジ最強だなと思いました。ちょっとこうね、遠ざけていたものなんですけれども、育ててみると、こう、餌としてあげてあげてみるとね、あ、ありなんだなという気分でございます。はい、ということでね、本日のリント日記はなんか取り留めのない内容にはなっておりますが、餌用のわらじ飼育してましたよっていうお話でございます。これからね、ちょっとずつ増えていってくれたらいいなと思っております。はい、で、次回はね、これ17日に上がってるのもね、18、19と、山椒のね、こちらのケージですね、改造パーツが多分、おそらく明日とかに届くんじゃないかなと思ってます。で、届いたら早速改造してきます。で、シェフィーのね、ケージ。こちらの方はもうほぼほぼケージ終わってるので、あと動画撮るだけっていうところでね、そちらをアップしていこうかなと思っているので、土日はそちらの動画を見ていただけますと幸いです。はい、ということでね、本日は、山椒用にね、わらじ虫を育て始めてますというお話でした。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。